うのは普段下がるところをね、あの、そうすると魚が出てくるは決まって、まず箸につけるのは下がるんでね。これやっぱり、普段あんまりこう切り詰めてるものですからね。それで、今、我々の余計な話ばっかりしてるけどね、つまり、我々誰にしてるとき、その、眠くなるときはまさに眠くなる。だから、暴動が次から次へと浮かんでくるときもあるんです。しかしながら、そのときにそのときだ。この、いくら、この、次から次へと暴動が湧いてきても、ただ冷めさめる。それから、眠くなってもまだ冷めさめる。とにかく、どこまでも、その、産卵の時も冷めさめる。渾身の時も冷めさめる。そしてただ座る。それをね、なんとかいい表現になりたいって、そんなね、浮いた話じゃないの。今、とにかく、眠くなっても、その、暴走が湧いてきても、とにかく冷め冷める。それだけ狙って座ってる。これが、なんですよ。で、安東来、明東来、明東来、安東来、安東来。那覇情勢費になる。これはもうね、お母さんが見つけてくれた皮を破るってことで、断念して破っちゃう。政治的人間の話じゃないの。で、縁に対立せずしていたら、この賞は少量の賞に払う。霊賞に払う。これで、今これ、この賞っていうのも、今、私の言う言葉であります。これ、なぜ私がね、今、字に触れずして照らす、知り、縁に対せずして照らすっていうね、その知を、知や性をね、私、冷め冷めるっていう言葉で言い換えて言ってるかっていうとね、その、今、字、なぜしてる？これ、座っている、それに当てはめて言わないと、その、皆さんに、その、どういうことかわからないで、宙に浮いちゃうから。だから、あえて私は、冷め冷めるっていうのは、その、実際の、なぜに当てはめて言ってるんですよ。それでね、それは、こういう冷め冷めるっていう章は、少量の章じゃん。少量っていうと、心外に流れる。から、霊章っていうと、内に沈む。結局ね、の外へ照らすとか、内に照らすとかっていうんじゃないんだ。天地一体の命、ただ座るだけで、命の実物も冷めされる。で、太陽も消滅する。だから、すべて所有を壊し、農園所有に対する以前の、農園所有って、そういうものの対する以前の、不死量形こそを失笑。で、章の縁と削れざるなく、ただ章だけで、照らすだけで、農園所縁というね、ことにはならない。縁これ章ならないで、農園所縁それぞれに、命の実物の章。肺というのは、変界不造造。破壊不出と、これ、変界不造造っていうのはね、アニメ通りあるってことね。あるがごとくある。それに対して、破壊不出とっていうのは、介護を破って頭を出さないってこと。これは、だから、変界不造造の裏です。変界不造造っていう場合には、山はこれ山、川はこれ川。それに対して、破壊不出とというのは、山が山として頭出さない。川が川として頭出さないというので、山は山にあらず、川は川にあらず。これは、その、だから、変界不出とというのは、その、これ、まあ、エゴとフエゴとって、その次に出てくるんですけど、このエゴ、フエゴも同じですね。
つまりエゴっていうのはね、構図がね、その承認し合う、通じ合う、これがエゴです。で、そういう時は破壊不振と、ね、不エゴっていうのは、その目が見える、声は声、おのおの方位に重視して、その他と通じ合われる、これが不エゴです。例えば我々がさ、あれですね、こうしてものを見るっていう、この私の目は目と、それから これとですね、これ目の方からこっちの方へ行って、そしてこれと通じ合う、こっちの方の瓶はこっちの方へ入って、そしてまた通じ合う、これが通じ合う、ね、これエゴっていう。それに対して不エゴっていうのは、これ通じ合う、そのもうこれはこれだ、わこの目は目だ、それそういうのは不エゴですね。それで変界不動のようになる、破壊不出と美男妙なる、これね、美っていうのは空だ、そして妙っていうのは、さっき言ったように死に以上、ね、それでエゴ不エゴなる、これね、早い話がね、これ色即是空、空即是色の話だ。で、その地おのずから見なり、かつて分別のしなし地の地なる必ずしも大事もならず、これはまあ、その地おのずから見なりというのは前のリリーフレンズして知る、その地おのずから見なり、かつて分別のしなしと、文章としては続くね。つまり万事休息して冷め冷めるわけだ。その冷め冷めるっていうのは、その理を冷めるんだね。その開空ですね。今空って言ったでしょ、理のことね。開空に冷める、だから死に以上に冷める。で、死の地なるかつて不分別の死という地ですね。これは別に特別な境界ではないですよ。死の地なる必ずしも他力も変わる、いわゆる今座禅してる時に思いが浮かぶっつってもね、これはもう座禅上の地のところではある。全て主者を超えている、この修行ぐるみの修行ってだと、さっき言ったように、どの資料も不資料で、どの資料も不資料で、だから資料してどんなに知ろうが知る前に、その知るってことは他に他力を借りてるわけじゃない、ただ自身が自身を知る、命の実物の冷め冷めるだ、自身が自身を知るだけ、他の他力を借らず、で、資料の地がまたそのまんま不資料の地だ、資料の地だ。で、これまあ、だから我々が今座禅していろいろ思いが浮かぶとしても、それはね、あたかもその熟睡中の呼吸のごとく、それで浮かんでくる、それでまた浮かぶし消えていく、そのことだけなんです。それをただやってるだけ、それを冷めてる、お前なんかってきてしょうがありませんって、そんな片付けようとしたって、ただ思いが浮かぶんでも浮かぶに任せ、消えるは消えるに任せ、思いは追わない、ただ浮かぶは浮かぶに任せ、消えるは消えるに任せって、そういうことだね。で、その地は形ない、これいろんな形も、しかしこの座禅上の浮かんでくる地っていうのはね、決して分別の地じゃない、あれとこれと分別して、そしてこれだっていうんじゃないんだね。普通の分別はこれっていうのを言うためにはこれでないっていうんで、これでまたこれがはっきりするわけね。
こういうのは分別なんです。ところがこれ全く前後再断線なんだからね。これはこれだ。これはこれだ。それで決してこれとのこれとの関係じゃない。その形は形、あのその地は形なり。今この実物こそ大いの地の形だ。決して川と対照してこれが山っていうそんな分別した形じゃなくて、今この実物こそ大いの地、そういう地。出会うところ、我が命の中身っていうそういう、この中身として知らない。ところがこれ、みんなそうじゃないよな。普通生きてる場合でもね、この今、自分の命の中身っていうのを見ていない。こんなことしたら計算がいいだろうか悪いだろうか、そっちばかり、もうキョロキョロしてるわけね。今はそうでない。もう命の中身として、これだけだ。その形は線がない。この今ふっと思いが浮かんだっていうね、それは線がさ、これ仏性の間にもあったね、の第十二尊寧明尊者、第十三尊のために仏性界を特に言わ、線が大事、皆よって混入する。三昧六数、ここによって発現するっていうのは、あの、武将の巻にあったでしょ。あの線が。で、この線がは、美なり、この美は妙な、使用するに活発発なり。今言ったように、美っていうのは、空の異名なんですからね。そうすると、この線がっていうのは、美なりっていうのは、線がは空だっていうこと。つまり色素不全空っていうね。そしてこの美は妙な空素不全色な、これもこの資料を出しているところに浮かんでくるんでね。使用するに活発発なる。つまりここに言われているのは色素不全空、空素不全色っていうことです。この話空足税空、空足税式って、まあみんな、あの、言葉としては、日本人、般若心経、よく、今、本屋行っても般若心経の本がたくさん出てくるからね、般若心経の言葉、大概聞いたことある人は多いやん。それだけど、これ、色足税空、空足税式って、例えば、どういうことなのかって、考えたことないじゃない。ところが、本当は、みんなね、その何から何まで色素不全空、空足不全色なんですよ。早い話がね、このまあね、私すぐもう大空の話に持っていっちゃうからね、大空に浮かぶ雲っていうのね、面白いね、これふーっと浮かんできて、でふーっと消えていくんだね。この間も歩いてたらね、それこそもう秋の終わり、秋のね、今年は秋の終わりが早く来たのかもしれないけど、とにかくしぐれっていうのね、しぐれの雲ってやつは、もう、ものすごいね、なんていうか、気味の悪いような形にしたね。そしてそれが日の加減でもって、ちょっと赤っちゃがいちゃってね、それがこう、もくもく出てきたわけね。こうしてしかも、ちょっと降り出してきた。だから私ね、その川辺、宇治川辺に歩いててさ、あ、これは降られるなと思って、それで一生懸命、歩いてきた。ところがこう歩いてるうちにね、なんだかこう、その空気のね、それまでの空気は非常にこう、これから、何事が起こるっていうのが予感のする空気だった。ところがなんとなしそうでなくなって、なんとなしふっとした、こう、あれな空気になったもんね。そういうことを感じたもんで、こう見たのね。そうしたらね、今までものすごいあれやつがもうぼやこうなんですね、ぼやけ始めて、そして今度はだんだん穏やかな顔になっちゃってね。ものすごい形相だったのが全く穏やかな顔になって、そして見てる時にそれがなくなっちゃって、それで青空
本当に面白かったね。でも雲ってやつは全くないところに現れる、全くないところに消えていく。そのところがね、本当はそれに対して雲ってやつは頼りないっていう、このこういう三眼、あるいはその岩石っていうようなものは、もう全く厳然としてあるものだと思ってね、いるけれど、これそうでないですよ。結局やっぱりね、この地球っていうそれぐるみがね、何十億年っていう、その時間的長さからこう見たら、ふっと現れる、ふっと消えてくるんだ。あるいは地球に限らない銀河系成分でもそうだと思う。あるいはこの大宇宙空間ってね、そのビッグバンっていうのから、その、バーンと破裂して、そして今の宇宙空間ができたんだっていうけどね、これまたビッグシューっていうのがあると思う。ビッグバンからビッグシューまでっていうのは、これもっと長い、その時間から見たら、やっぱりこれ、雲の出会いと同じだ。つまりこれ、色速是空、空速是色なんで、この時間を本当に圧縮して見ちゃったらね、これ、それをね、今の千眼大師っていうのは、色速是空、空速是色。これ、我々の頭がふっと浮かんで、ふっと消えるのもそれ。結局、その座でってやつは、それをね、実際に圧縮して、そして事実やってる。だから座禅ってやつは雄大なんだ。そのビッグバンからビッグシューまでそれを一目で見てやってることです。そんなあのちょこちょこした話で悟りとか前とかそんなそのくだらない話じゃねえんだ。それでこれ色速是空空速是色っていうのはそういうことです。そういうのは実際にやる。色速是空空速是色どんな状態ですか。そんなこと、お他人のこととしちゃった。今事実、我々の座禅はそれなんだ。ね、これでそれだから座禅ってやつはさ、温度と湿気の加減でそのあれですね、頭に何かムラ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 その思いが湧いてきてしょうがないときもある。あるいはさっと進むようなときもあるし、あるいはその眠くてしょうがないときも、あるいはもうすっきりしてるというのもあるし、これいろんな風景ね、それを一目で見てるっていうこと、これが大切なんでね、あのスカッとしたからいいんだっていうんじゃないんだ、ムラムラ湧いてきたから悪いっていうんじゃないんだ。だどうせね、我々どっちにどう転んでも老い命だ。その老い命に座って、そしてそれから見て、結局は思いが頭の分岐物だなって分かるんだな。その思いが頭の分岐物だなっていうのを分かると、これの実際生活にも非常にそれを役に立つね。その、嫁さんが腹が立ってしょうがなくても、これはまあ思いが頭の分岐物だなって分かる。よし、そのあの花が好きで好きでしょうがないって言っても、これは思いが頭の分岐物だなって、これまた見渡すのもあるし、見渡さないでそれだけって好き好きって言うんだろう。見渡して、あ、これ分岐物ってこう見てるのちょっと違う ね。そういう、まあ、実際的な働きも、ね、その生活としてもこれちょっと違う。で、だからね、使用するに活発発なるか、この地っていう こちら側と、山河っていう向こう側と、そういう二つに分かれる以前、脳症全く一枚だ。それで、そういう脳症は一枚のところを決して、断滅空ではなくして、来たる側ごとくして来たる。
通の蛇がね、その鵜の龍門とも言うように、その鵜門を越えることによって龍になるっていうことがある。だから宝龍門という言葉がある。要するにその龍門というね、その試験関門だ。関門を突破して龍になる。ところが今龍を作するに鵜門の何に変わるんだ。今ね、全て座禅中なんだ。座禅中って言ったらね、蛇入りの時もただの龍の時も座禅、あるいは鵜門に登るのも座禅、登らないのも座禅、どちらどころでも座禅と書かれてる。だから鵜門の何に変わる。今のうちわずかに使用すればというのね、万事休息、地に触れず、そこで、そのところで、ね、冷めるという位置だ。臨海線画を年代し、臨時して知るなり、そういう今の位置で冷めて、その臨海線画を持ちきた地とする。臨海線画と我々の脳所なしと知る。つまり、今この実物こそ思い出なしで知ることですね。それがいい。臨海線画を年代し、人力して知するなら、線画の親切に我が地なくば一致反映あるから、要するに線画と、その我と、手前の人と分かれない。そういう親切ですね。親切って、まあこれ、親切にするっていうのは普通に使っている意味なので、今二つに分かれる以前だから親切だ。要するに脳と書と二つなしと知るっていう違い、それがなきゃ一致反映もない。つまり万事休息して、そして字に触れずしてですね、そのところで線が飛ばれると、一枚冷めて見なければわからない。いや、これもいつも言ってることは、まあ、いつも言ってることばっかり言ってるわけだけどね。だけどね、それが、まあ、もういつも言ってても分かんないでしょう。結局ね、座禅っていう生命実物はね、では、その自身ですね。自身と万法だ。この自身は万法を生命体験しながら生きてる。それから万法は自身に生命体験されながらある、存在する。そして自身と万法は人ひっくるめでもって生命実物なんだ。これが法ともいい、真ともいう。だから真法一如、あるいは一心一切法、一切法一心ともね、いう。で、それをね、これ真法一如っていうことをね、その今の人たちがちょっと聞くとね、あ、仏法は、仏教っていうのは関連論ですかってことで、そういうね、こいつはね、関連論というのは、今の西洋哲学でね、言うと、その主観と客観とって、まず分けちゃうの。これ、まあ、西洋哲学ではもうすべて、その主観と客観とって分けちゃう。自分と、その物質と、心とって、物と心とって、分けちゃうでしょ。もう、これが分けたのが全体だともしちゃう。そして認識というのは主観と客観と関係し合うところに初めて認識が起こるって、こういうことで考える。ところがそれが違うんだ。
つになって、そして認識が起こる。で、そう考えたら違う。そうでない。二つに分かれる以前、それが今の自身万法、一心一再、一再、一心の話である。本当はよくね、知っとかなきゃな。西洋哲学的考え方っていうのは、その点野蛮に。ハゲ感を分けちゃう。いや、お医者さんの場合でも、すぐ肺の殻切っちゃう。切っちゃった後は つなぎ合わせがいいもんだと考えるけど、一旦切っちゃったさ。そしたらもう生命は通わない。切らないところで、その、頭と胴体とってね、考えてもいいですよ。だけど、その頭と胴体とまず切っといて、そしてこう、あと、頭は頭で研究し、胴体は胴体で研究し、そしてくっつき合わせた、これ、人体のことは分かるって、これは野蛮人。その辺がね、医学一つとっても今、この医学は危ないって言うんですよ。で、そうじゃない。決して二つに分かれてしまったのちに一つっていうのが、今、仏教の場合、どこまでもそういう生命実物が残っているんです。だから、その生命実物を見れば、その生命実物、千賀の親切に我が地なくば一致半減あるわけあらずとね、そういう生命実物って言いながらね、これとこれと二つにね、その分かれる以前が生命実物ですよ。しかしながらそういうことが一つだって分かるのは少なくともこの自身の方でしてるわけだね。このやっぱり直接的に生きてるのは私なんだ。これ私と私が生きる体験する中にこの全ての世界がある。その世界は私に生命体験されながらあるところで言うけれど、そういうことを直接的に知って生きてるのはこっちの方だとね。それで、それが我が地なくば一致半にあるからず、で分別資料の遅く該当すると嘆くべからず、そういうね、千賀と我が地との親切を知る、そういう親切なる親切で二つに分かれる遺伝の生命実物に処方はあるとしろ、そういう分別しようですね。それが該当することが遅く、該当することを嘆くべからず、なかなかそういう知恵が得られない、あるいは待ち遠しい、そう嘆かなくていい。それっていうのは、偽造分別なる物々すでに現状を知ったれる。この意っていうのはね、卑怯と質のに終わるっていう、これがいいです。意の意はすでに、全く終わるっていう。だから、以来とか以降とかいうのその意です。あからず、像、かつて、これまでに、で、偽造分別なる物々、すでに現状を敷かれる。だから、偽造分別ってのはね、今初めて出てくるって来たっていうもんじゃないですよね。すでにこれまでに、もう物々が現状を敷き立ってることになっちゃう。造具は偽造だ。偽造は現状なんだ。造具分別っていうのを言う造具はですね、偽造である。だから、かつて分別なしっていう、
口働かせなくてもちゃんとぶつぶつ仏さんなりそのそういうのを伝承しようっていう。しかあればすなわち造無分別は不毛一人なり、つまり私が思っても思わなくても信じても信じなくても座禅中仏仏は今この実物こそ大いに今知っていることを現状しているだから今言うように座禅中居眠りすりゃ人海居眠り考え事すりゃ人海考え事さめさめでは人海さめさめるこれはもう間違いないことだそういう大切なのはそういうところに覚め覚めるそれが造無分別の座禅だでそういう造無分別の座禅はっていうとこれは全くね鳥の飛ぶ位置のように全く跡形はない不法一人じゃない誰にも出会わない跡形はないそれから、その章、その章をこの図から妙なかつて、大物の章なし。これも、まあ、このその章というのは今、私の言う言葉で言えば、サメサメという章だね。これは全く思い以上だ。この図から妙な。かつて豪物の長なしで悟りが迷いだっていう少しの兆しもない。豪物というのは人海なり。これも、あれで、極小は大で同じでね。天地いっぱい人海なんです。豪物。力あるに寿命なり、自称なり。大小の天平が立たないところ。寿命とも自称とも言う。その、合骨、人海、大小の兆しもないからね。それで、この家に未だ将来せざるがごとし、それ何も持ち来たされない。大体今、縁に対せずして照らす、その死を、この図から妙なっていうんだからね、大体、縁に対しないから。だから何も持ち来たすことはない。で目を怪しむことなかれ耳を信ずてからず。目を怪しんで見えないってやーね。ほら、その悔やまない。耳を信ずてからず、耳を信じて、いや、聞くはずだってや、触れるやまない。配属ともに生きないっていうことだから言うけどね。結局、その背かず、触れずは、敵にすべからくる死骸に衆を諦め、本中に向かって外を取ることならぬ。この、死骸ってんでね、触れない。それから、妙手ってね、背かぬ。本中に向かってってね、本中だから背かぬ。外を取ることながらで触れないっていうね、これまあ、ただ、減らしてるってことですね。これ、触れてもいけない。背いてもいけない。ただそのまんま減らしてる。いわば、ただ光だけの光。この家に無遇ない。これは、今言うと相手なしだから無遇だ。二つで分けて、二つっていうものがない。
のはできない、言い合わすこともできない。それでこの磁石、だからこの磁石っていうのは決してただ疑うっていうんじゃなくて、これに似てるけれどそれ自身の因果とか何とかね、いうのも同じ。そこに決し動いて死なる。水星というは空にかかれる理由は清水に降ってってない。天から降ってくる水はそこに通る、清水じゃない。岩には機械に膨張する水星の水にあらず。機械ってのは奇跡って言ってね、要するに いろんな線が大地、草木、上流、まあいろいろなものがあるね。そういうその世間のことを世間ともいい機械とも、そういう今の世間がね、それにその膨張するっていうのは水が勢いで、普通世間で水が澄んでるっていう、そんな水星のは今の水星じゃない。偏在に外観がその果てしのないその本命の水ばっかりっていうの、それが決定の清水。もうもしこの水を行くにこうな気にあらず、行かないんだ、行こうとは行くんだけど、こうは行く関係となく進むといえども不足ない。大体これ岸感なんかから初めてこう測って出ていくっていうことが言えるんだけど、岸がない、あの測りようはないでしょ。で不足ない、不遇ない、測る岸なし、浮かぶ空なし、沈む底なきがゆえに速達する種なし、これ全く測る脳所がない。速達を論前とすれば徹底の清水のみがある。この測ろうとすりゃもう徹底の清水だけだ。座禅の黒く、かの漁港のごとし。先帝万帝、たれた木達せ。徹底の皇帝は答えの不幸共同なり。だから、相手なしだったらどこまで行ってもね、ちっとも行ってない。相手があればこそ、行ったってわかるんだ。相手が全くなかったら、どこまで行っても、その、行っていない。それで、いや、はい、私がね、これ、地球っていうのはね、太陽系の中を動いていたな。それで、まあ、この太陽系っていうのは銀河系になると思います。銀河系っていうのは大宇宙空間の中を動いているんです。まあ、そうしてみると。じゃあ、大宇宙空間はどうなるか。これ、まあ、どっか人を大宇宙空間というのはどっかと動いてる違いなんです。だけど、それは測る概念がない。そうすると、相手がないからもう不幸だ。しかしながら、宇宙が膨張、大宇宙が膨張してるんだっていうか、どっかと動いてる。動いてるけど、どれほど膨張してるって、その測れない。しかもそれがね、だから、どっから行ってるって言っても、それがまたどっか行っても、鳥の飛ぶ道のように、これはもう跡形がない。それで、そういう座禅というのはそういうことをやってるんだからね。この座禅っておかるく考えるけど、その、この、作業者につぶって、途方もないこと言ってる。その途方もないことをやってる。それをよく知ってもらうとね、そんな、その辺にある長所をした座禅とはわけやし。で、空広、それから不幸共同なり、空広して果てなし、取り飛んでようようたり、空滑というは、天に枯れる、いや、天空のことを言うんじゃない。今、空滑ってね、今言う、それさ、道元禅師の小法元禅どれもこれも仏法の言葉として読むんですからね。空って言ってもただ大空言うんだ。それから
天に枯れる空は格好にある。この天空はここで言う格好にある。岩や石に不変になるは格好にある。いやいや、あれこれとってどこにも見られるような広い空間のこっちゃない。音源に表裏なき、これを格好という。音源表裏っていうね。現れる、隠れる、あるいは表裏っていう、そういうのは全てないのが格好だ。鳥もしこの空を飛ぶは、空の一方なり。これ、まあそういう音源表裏のない。空の中を鳥が飛ぶとしたら、それは飛ぶだけだ、飛ぶだけ。飛空の間に測るべきである。その、飛ぶってことはどういうことかっていうのは分かんない。それは今いる大宇宙空間がどっかと飛んでるだけだ。それはただ飛んでるっていうだけであって、どれだけってことはないんだからね。飛空は人海なる、人海飛空なるがいえん。どれだけっていうのは測られないが、その資料、推測を超えているところ、それが言うのが、ヨーヨー、はい、ちょっとね、この日、クソバクということを知らずと言えたの、お客の他の、どうしよう、どうしゅするに、ヨーヨーとどうしゅするな。敵に捨てかけなく、即へに、となくして、去るでし。結局、何の跡形もなく行くっていう。空の飛行するときとは鳥も飛行するな。鳥の飛行するに空も飛行するな。飛行を探求する同士には自在者になる。人生、我々は、まあ、人生ってやつは一つの自動車運転みたいなもんだ。人生運転。しかしながら、それにおいて、いろんなね、風景に出会うけれど、でも、いつでもどこでも、俺の人生ってことはあるよ。間違いない。たとえ、その、どんなことをしても、俺の人生だ。で、自己の人生、結局の話、自己の人生、今、起こっているわけ、しょうがない。それを、飛行するを探求するには自在者になる。だからただこの実物こそ本人の実物です。ただ車輪にある、これごつごつしの死になり、結局座禅というのはさっきも言ったけれど、自分の命の中身をすることで、それでこの中身をするということにはね、測られようがないでしょ。外側と対照すればこそ何かの形を持つ。ところが残念、自分の命の中身だけやってる限りは測られようがない。ほら、無なくして木だ。で、これゴツゴツしの信頼、これがその座禅の一番寛容な、それからまたそのこういう寛容な骨子から座禅という病気を治さなくちゃ。育番天下死大斜里と肝入る、死大斜里を肝入る。これ育万年費やしても結局は死大斜里というよりはしょうがない。それをただ言い換えるだけだ。つまり座禅というのは死在者理ですか。結局ね、いや私は面白いと思うんだけど、例えば、まあ、自動車運転に例えて、いやこれ、小白さんなんかでは、小白さんは、バスに乗ってったアメリカのね、サンフランシスコから東部の方まで全部のバスに乗ってった。トムさんが自分のマイカーで行って、あれアメリカっていうふうにこう、ね、西から東までこう行くっていうのは随分長いらしいんだ。それでもって、小白さんなんか大きいのにちっちゃいですけど、椅子に座ってるから、それでもって腰
しい回復しちゃったけど、これ実際にね、降りなきゃ自在車か、ただ運転台。だから私そういうあれ作ったことがあるじゃない。マイカーで何千キロも走ろうとね、この刻々映る風景も出会うところもそれぐらいに、まあまあ、まあ、なんかみんなそれでもって運転は手元足元、要するにただ運転はもうこれだけだ。どれだけ行ったって同じなんだね、資材車が。それをね、のどっかの人生ってやつ、その降りられると思ってるから話は違うね。なんとかして幸福になりたいって、それで幸福のところに行って降りられるんだね。ほら降りられない。例えば若者も、結婚すると私幸福だわって言ってる。それでその男が降りられたんだね。ところがそれでまだ運転台の中にいるから、そうするとまた、どうせね、旦那さんが悪くしたとか、子供が生まれて子供が病気して死んだとかって、これまた私幸福だわってところで降りられないんで、ちょっと先行っちゃう。そうするとなんか資材車が運転は手元足元だけだ。大切なのはその運転は手元足元って運転だけのこれ狂わせないようにしなきゃ。その運転の狂わせないようにするっていうのはどうかって言ったら、今狂気症だ。手地いっぱいの命に座ってんだ。手地いっぱいの命でそこから落ちこぼれはないんだ。そこで本当にそこへ帰ってくるって、それになりたい。今日全部やりたかったけれど、全部あ、僕はまだ少ない、もうちょっとやってた。満身電気の座面心格のごとし、初代の老縮の中に、まだ今のごとくの座面心は、不法と気づきたい。もし、その座面心のごとく同種責任に、一生二生の力を尽くすとも、同種せんことを出から、誰なり、今初方に見える一人この真のにあるなり、これ本当はね、この座面をする人、たくさん、まあ、いるわけだけど、本当にこの出張記者に座るっていう座面を言ってる人っていうのは本当にいないね。大切なのはね、仏教の本筋としては、あれでしょ、仏とは涅槃、涅槃とは出張記者で、結局それだけが大切なんだ。で、その出張記としての座面っていう、これが大切なんだけど、そうでない、その辺にある座面っていうのはさ、どっか行くとか行こうって、私幸福だわ、そこへ行きたいと思ってやってる座面。今、そういうのを取り越え、天地いっぱいの命を生きてるから、天地いっぱいの命にただ座るって、そこが大切だ。で、今、諸方に見える一人この座面心のみ、この心のみあるな。天使行動の時、ロツネミが、万死古物が、医療の看護、任務、言うこと、すべてかかり、知念の根元からなるとき、仏像も知念するのです。はい、その、戦士のようにね、真に人を見る目があるなら、仏像も知り分けることができるということね。誠に知れる東山に仏像あることも、今の前に死ぬ、大自然により後、80年、4年、何かの座面心を見て、この座面心をせる。今23年、ゆるないから、3月18日に、今年より、昇降27年10月8日に至るまで、前後を算段するにわずか85年、今、接する座面心、これなり、まあ、これは